こんにちは、大場です。今僕は石川県金沢市にあります金沢城公園っていうのかな、金沢のお城があります公園に来ております。でここはその公園の外観外側にあります、景色でございます。めちゃくちゃ緑が豊かでね、東京では信じられない。でここの眼下にはですね、もう池が広がってるわけですね。いやー、いいところでございます。もう入り口からね、もうこの今カメラの裏側とかもそうなんですけど、結構その古い街並みみたいなのがモチーフにね、建物が残ってるというか、そういう風に作られてるんですよ。なので非常に風情があるっていうところで、ちょっとここのね、金沢城公園を探索したいと思います。黒門口、西町口門っていうんだね。金沢キャッスル、やっぱ金沢城なのか金沢城なのかわかんないね。もうなんかすだれなんとかみたいなやつが最高によね。垂れ下がっている木々よく見かけますよね。金沢城兼六園、この兼六園来たかったのよ。兼六園ガーデンね、日本三大ガーデンですよ。あ、加賀百万石回遊ルートって、あ、百万石ってそういうことか。百万石ってのはお米のサイズですよね、量ですよね、重さっていうのかな。そう、昔は石でなんか測ったらしいですよね、石っていう表現でね。で加賀百万石なんて言うでしょとかって言ってましたけれどもね、行ったことねえよ。やべえ、目の前トラック通り過ぎてったから気取られてたけど、この芝生やばいんだけど、超ふかふかなんだけど、この芝生が、この見て、この目の前芝生だけ映しても面白くないでしょ。じゃあこの広大な土地を見てみよう。超芝生やばっ、この芝生の中歩いてんの俺だけ。もうなんかやっちゃいけないことやってる人みたい。でも俺に触れたらやばいこと、あいつに絡まれたら面倒くせえっていう感じで、誰も俺には何も言ってこない感じ。めっちゃ空も綺麗、山もある、木々が、山じゃないよ、木々が綺麗。うわ、めっちゃ風邪ひいてる、すげえ涼しい。ここさ、遮る場所ないんだよ、何にも。でその周りにさ、多分現代的建物があるんだけど、全部木々が隠してくれてんのよ。だからもうすごい超綺麗。まああれは現代建物だね、現代建造物だけど、うわすごっ。なんでこの芝生の真ん中誰も来ないの。ちょ、寝転がるかここ。うわー、すげえ気持ちいい。なんだよこの感じ、風もそよいでて気持ちいい。めちゃくちゃ暑いのに日差しはちょうどいい感じで、こんなに大の字に寝たのすごい久しぶり。いや、こんな気持ちいい場所あったらさ、そりゃあね、仏様もこの涅槃にゃになるよ。こんなよみたいな感じになるわ。寝ちゃいそう。芝生も堪能したんでいいんですけれども、やっぱりちょっと気になる建物、お城っぽい感じ、あっちも行かないとですよね。うわー、石垣ですよ。忍者はこの水のところを竹筒でゆっくりこう隠れながら進んでいって、こう空気吸いながらねってやりながら空気吸って、で石垣をこうひっしりとね、なんだっけ、ボルダリングするわけですよ。でそこを乗り越えていくっていうね。いや、すごいよね、忍者って。そしてあそこに城の入り口がありますね。いいね、この景色いいじゃん。これから城に入りますけどっていう外観をちゃんと映してくれるよね。あそこを通り抜けるんだぞっていう感じがすごいする。新丸でございます。わし新丸って申します、よろしくお願いします。城内の官庁街っていうんですね。へへ行っちゃうよ。今ここか、ここ入ってここをぐるーっと来て、ここか、違うな、こっから入ってきてぐわーって来て、ここか。なるほど、この辺ぐるーっと回ればいいんだな。なんか重要文化財とか書いてあるじゃん。この辺とかさ、動画とか撮れんのかね。ちょっと行ってみるか。河北門、河北門、石川門。俺別に建造物とかそんなに興味があるわけじゃないんだけど、でも建造物に興味がある人からしたらこういうのたまんないだろうね。いや、映画のロケーションとか最高じゃん、こういうの。厳か感すごいんだよ。厳か感ってなんだよ。厳かっていうもの自体が感覚の話なのに、さらに感つけるとよく分かんなくなっちゃうよ。なんだろうねこれってね、なんか実用的なのかな、こういうのって。あんまよく分かんないもんね、この突起物ね。てか普通にあれか、ここ持って開いたり閉じたりするってことかな。なんかよく分からん。なんだここも、また芝生とは違う広さ、広大さを感じるね。河北門、あ、ここ入れんの、あ、ここ入れんの、マジで、え、入れんの、やったやった、入ろうぜ入ろうぜ。すげえ、めっちゃいい、入館料無料って書いてある。おおおお、あー、マジか。土足はダメですと。うわ、見たい見たい見たい、外。おお、こんな感じ。なるほど。あ、でも意外と視界悪いな。やっぱこっから狙ったりとかするのは難しいね。上から下から見るとこっから狙って打ってピュンって打てるみたいな感じするけど、だってこの視覚だもんね。あ、意外と門の近くに立たれると分かんないから、もっと離れなさいとかっていうのかな近くて見えないからもっと離れてください、分からないでしょみたいな夜絶対見えないだろ。こんなこういう風にちゃんと見えるようになってるっていうのはありがたいよね。ここが観光地ではなく資料としてちゃんと残っているっていうところもまた優秀。ありがとうございました。うわー、またこっから見る景色も綺麗なんだけど、すげえな。いいね。さっきのすごい広大な景色に目の前に、あれは松の木なのかちょっと分かんないけど、いい景色ですね。まださ、その本殿みたいなとこ入ってないんだよね。でこの向こう側か、見てよこの、ああそうか、あの中から外が見にくいあの窓みたいなやつがいっぱいあるわ。大河ドラマとか見てる人はこういうところはやっぱ最高に興奮するでしょうね。アニメを見てさ、聖地巡りをする人もいるわけじゃん。ってことはやっぱ大河ドラマを見て、こういう建物を見て、でしかも実物存在するわけだよ。まあこれ修復されてね、本物かどうかちょっと難しいところだけど、これ見えるかな、みんな見えるか分かんないけど、石と石の間に細かい石が入ってるのよ。それで石を安定させてるっていう。本当にやっぱ職人って超細かいよね。こういう石を積むっていうたったそれだけの作業なんだけど、ここに命を懸けてる人たちがいるんだなって。だからその石ころ、あのちっちゃい石ころが岩の間にこう隙間に入ってるでしょ。あれも多分さ、こう一個一個高速でパパパパパパって試しながら入れていって、で満足できるまでとにかく入れていく。 80% までは絶対達成させるっていう、その満足度ね、ちゃんと入って、これでいいこれでいいっていうところまで何度も詰めていく。そういうのを感じる。あの石の小ささ、細かい感じ、そしてこの土台がしっかりと今もなお立っている状況、これが全て職人のこう熱意というか情熱というかさ、熱さだと思うんだよね。半端ねえ、半端ねえぜ、日本すごすぎるよ。ここにロマンが詰まっている。素晴らしい。中入りましょう。とりあえず入るだけ入ろう。感動だけは感じたい、味わいたい。兼六園共通券ってのがあるの。なんかここの入場券はそのこの兼六園っていうこのもう一つのね、アトラクションというかテーマパークじゃないけど、そういう場所があって、そのところの入り口も同時に支払えるということで、兼六園の入場券も同時にゲットしました。めちゃくちゃ綺麗じゃないこの景色。空の景色もこの木々も、そしてこの目の前にあって川があって橋があってちょっと道があってで、やはり芝生広がってますね。いやー綺麗ね。そのお城がすごい白いからさ、めちゃくちゃ綺麗なんだよね。金沢城ライトアップとかやってんだ。日中しか来ないけど夜に来たらここ楽しめるんじゃない、もっと。うわー、すごい綺麗そうじゃん。綺麗そうじゃんって、綺麗かどうかはやっぱ見てみないと分かんないもんね。以上、金沢城公園、金沢城公園でございました。いや、なんか中すごい広大なね、その原っぱがあってめちゃくちゃ気持ちいいし、外の景色も気持ちいいんですよ、見ててね。とにかく広大だし、お城のね壁も白いし、で建築物とかもね、歴史も感じられるし、技術も感じられる。で職人のね熱っていうのも感じられて、僕はもう大満足でございます。金沢城公園、この次ですね、僕兼六園っていうすぐお隣にあります観光地、ちょっとそちらにね、まあちょっと行ってみたいと思うんですけれども、金沢城公園は以上でございます。おすすめでございますので、石川県金沢市に来た方はぜひお越しになってください。それじゃあバイチャー。